はい、こんにちは。めめチャンネルです。ということで、今日は何をしていくかって言いますと、お昼、モーニングルーティンを取っていこうと思います。イエーイ。そして、で、今は私は何がして、まあ、目の前にワンちゃんが寝ているんですけども、今は私は何がしてると言いますと、ちょっと待ってくださいね。じゅじゅん。ここに、私がいてまーす。はい。今ね、私は、今日ね、晩から、お仕事がありまして、今ね、日中はずっとね、今日は家でおるという形になってます。今日の夜のね、9時から、夜勤の仕事に行ってまいりまーす。はい。そして今からね、昼ご飯準備していこうと思ってるんで、ちょっとそのモーニングルーティンをね、取っていこうと思いますんで、ちょっとお付き合いください。はい。今日のね、お昼ご飯は何かと言いますと、うちの家にね、照明焚いてのね、ちょっとあれにしてるんですけども、はい。ここがね、炊事場でございまして、ちょっとね、今からご飯のことをしていこうかなと思います。ということで、今日の私のお昼ご飯はですね、はい、じゃーん、よいしょ、はい、わかります？みんな、今日のお昼ご飯はざるそば。今ね、母親も、父親もね、仕事行って、私がもう家行く、今日は一人なんで、ざるそばと、このね、昨日の残りですを食べていこうと思います。では、次はね、また、この食べるのをね、撮影していこうかなと思います。まあ、もうお見せしちゃってますけどね。ちょっとで、ね、作るとこお見せしましょうかね。はい。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。だからね、ここでご飯を食べていきたいと思います。今までも私はね、この携帯で、YouTube 見ていました。はい。だからね、ちょっと、炊事場。汚いですが、申し訳ありません。はい。ということで、今からね、ざるそば作っていこうと思います。ちょっと待ってくださいね。三脚でね、今固定してるんで、ごそごそしております。はい。では作ってまいりましょう。よいしょ。まあ、ちょっとね、炊事場、汚いですが、ご了承ください。ちょっと、あげるね。はい。ちょっと、色付きのね、ライトもつけました。はい、皆さん、こんにちは。めいめいチャンネルです。チャンネル登録、グッドボタン、高評価、よろしくお願いします。はい。では、準備していきましょう。まず、はじめに、これね、ご飯茶碗にご飯を注ぎまーす。今日ね、私はお昼は白ご飯をがっつり食べる人なんで、はい、ご飯をね、がっつりと食べましょう。そして、このざるそばをちょっとね、水で注ぎたいと思います。ちょっとね、ふやかします。ちょっとね、ふやかすので、ちょっとお待ちくださいね。ざるそばはね、私、あんまりね、普段はざるそば食べないんですが、今日はね、ざるそばが、食べたい気分やったので、ざるそばにしました。はい。そして、はい、ざるそば、はい、ふやかしてきました。はい。そして、このざるそばをね、丼茶碗に入れて、だしを入れたいと思います。はい。ということで、ここに入れて、昼ご飯を作っていきます。はい。ではね、また後でお会いしましょう。はい。
ということで、お昼ご飯完成しました。イエーイ。はい、改めてね、めいめいチャンネルです。はい、今ちょうど今の時間が、時間はい11時51分です。はい、ということでご飯を食べていきたいと思います。まあもう一回紹介しておきます。今日は冷たいざるそばとご飯いっぱいと昨日のかしわんと大根、まあおでん風の、晩ご飯のお残りを食べたいと思います。まあおやつもね食べると思うので、ではいただきます。はい、ならね、おそばね、ほら行きましょう。最近ねもう夏なってね、うん、おいしい。最近ね暑くなってきたんで、みんな体調管理はしっかりしてくださいね。そして水分もねしっかりとって、皆さん、ね今後の夏も乗り越えていきましょう。そしてねコロナもね、20日で緊急事態宣言がね、過ぎていくんで解除されるんでね、まあでもでもね20日以降でねザーッとね陽気一気に出たりすると思うんで、皆さんマナーは今まで通りしっかり守っていきましょう。でまん延防止もねお酒もやっぱり厳しくなってるんで、それも法律にのっとって、守るようによろしくお願いしますね。はい、まあねもう家でおってねずっとストレス溜まって、ああ腹立つっていうねのは多分皆さんはあると思うんでね、あの出ていくなとかはね多分、言わないですが、マナーはねしっかり守って、皆さん感覚とってね、遊びに行くのであれば、それで行くようによろしくお願いします。もうこれ以上ねコロナ増えさんように皆さんで頑張っていきましょう。はい、でご飯いきましょうかね。ご飯と揚げさんで食べていきます。うん、おいしい、おいしいでしょ。で私昼間はニュース見てます。あんまりねあのテレビと著作権の問題にねあれなんで、あの お店があんまりできないですがね、まあテレビ見たってねしゃあないですもんね。そして柏行きます。まあうん、前にね、土曜日の日にあのモーニングルーティーン、なんか短いめちゃめちゃモーニング短いモーニングルーティーンですけど、あのねやってました。あ、これそばです。はい、次はね一日ルーティーンとかねしていきたいと思うんで、ぜひ皆さんまた見に来てください。そして、明日、報告ですね。明日6月19日の、土曜日、夕方19時から、じゃあ19時ちゃうわ、ごめんなさい、16時から、1時間 YouTube 生ライブ配信と、TikTok 生ライブ配信しますんで、めいめいチャンネルで調べていただいて、生ライブ配信、見に来てください。明日は明日でね、ちゃんと計画はあるんで、ぜひ見に来たい方は見に来てください。よろしくお願いします。そして、TikTok、YouTube、Instagram、Twitter やってますんで、皆さんぜひ、コメント、チャンネル登録、フォロー、高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね、このまま昼ご飯を食べていきたいと思います。ではまた次回動画でお会いしましょう。バイバーイ。登録よろしくねー。